痛くないのか？痛いよ。でも気にしなきゃ痛くない。女を見た。あの女はどこへ行った？ここに住んでるのは俺だけだよ。壺の南西に向かったのは間違いないが、国有林道に出てから見失った。それだけに帰ってきたの？いや、車が去るのを見た者がいる。とにかく林道を探そう。放っておけば来る。母の敵を討ちにな。誰かが袖を告げた。誰が？サナ。ユキは今日で20歳。アズアのことを吹き込んだ奴がいたとすれば、それを意識している。食うか。ユキにアズラの仇を出そうと思ってるのか？あなたを殺そうと。いずれユキはあなたを殺しに来る。食うかがユキを呼び寄せるとして、どこに呼ぶ？食うかの住処ですか？俺ならもっと面白いところに呼ぶな。
ケミカズ地家の血を継ぐ一人娘アゾラ様には誓い合った男がいた。一族に忠誠を誓ったものだったが、ヤグライはその男を謀反人に仕立てて殺した。その殺された人が私の父。覚えてないだろう。あなたはまだ2歳になったばかりの頃のことだ。まだ竹三日月にはたくさんの人間がいた。白来はアゾラ様と契りを結んで竹三日月家を我が物にしようとした。しかしアゾラ様はそれを拒み続けた。あなたの母上は志を失った竹三日月の歴史を終わらせようと思われていた。それを知った白来が母上を殺したんだ。それから何もかもが変わってしまった。仲間の多くは脈来に不満を抱いて竹三日月を去ろうとした。しかし最後まで逃げおおせた者は数えるほどしかいないだろう。ここでアドラ様は殺されたのだ。アドラ様はあなたが竹三日月を去ることを望まれていたはずだ。自分に果たせなかったことをあなたには望まれていた。白来を撃つ必要はない。竹三日月はいずれ消え去る運命だ。かけたあなたの母にとどめを刺したのは私だ。殺したければ殺してくれ。私はその日を待ちながら生きながらえてきた。私はあの世にお供すると言ったのだが、アズラ様はお許しにならなかった。私にはあなたが20歳を迎えた時に全ての真相を告げるように命ぜられた。私は雪姫に殺していただけるなら。もういい。やっぱりお前か、クウカ。ソーマか。大きくなったもんだな。お許しいただく。